どうも、枝豆です。今回は、インワードリップベースのやり方をね、3種類紹介していきたいと思います。まあね、他の方でも似たような動画出してる方はね、結構いると思うのでね、それの中の枝豆バージョンということでね、把握していただければなと思います。まあ、今回紹介するのは、あれですよ。インワードリップベースの応用技、例えばプレッシャーベース、まあ、サブベースですよね、とか、リップロールのやり方を紹介するんじゃないのでね、まあ、そこは安心してください。ということで、早速見ていきましょう。まずは1種類目。はい、こちら、普通の棒でございますね。このやり方は本当にもううちのチャンネルではもう何回も何回もやり方をね、解説させていただいたものになりますね。これのね、インワードリップベースの解説動画をどれでもいいので見ていただければね、やり方はわかると思うので、今回、ここはね、結構、ショートカット気味でいこうと思います。ちなみにね、頭のキックを取り除くと、ステッチとかリバーみたいな使い方ができます。そして2つ目。はい、こちらでございますね。ちょっとなんだろうね。軽めというか高い音が出るインワードリップベースになりますね。まあ、こちらはね、結構使ってる人がめちゃめちゃいるイメージがありますね。これは本当に。で、まあ、結構ね、使われる理由が何なのかなっていうのがね、この後、この技のやり方にもちょっとつながってくるんですけど、実はこれのね、鳴らし方が、はい、これ動画で何してるかというと、K スネアなんですよね。はい、そうなんですよ。K スネアを吸った勢いでインワードリップベースを鳴らしに行くと、この音が鳴るんですよ。はい、こんな感じに鳴らすことができます。まあ、これは本当にインワードリップベースさえできれば結構やりやすいものにはなると思うのでね、ぜひ使ってみてください。そして3つ目。はい、こちらですね。これもあれじゃないですか。皆さんが一番知りたかったと言っても過言ではないんじゃないかな。まあ、これなんか技名あったけど忘れちゃったな。まあ、わかる方はぜひね、コメント欄に書いていただければなと思うんですけど、まあ、こちらの技のやり方は本当に説明が難しくてですね、ものすごく感覚的な部分が大事になってくる技なんですけど、ちょっとね、俺天才なので、一つ見つけてしまったんですよね。この技のやり方を超簡単に説明する方法を。それが、こちらなんですよ。わーい。はい、これね、見たことある方も多いんじゃないですかね。壊れかけのフーガさんですね。なんとね、これのモノマネをすると、どうやら、この技ができるらしいと。いきなりね、なんかモノマネなんかしだして、なんだこいつって感じだったと思うんですけど、言葉で説明しますね。まあ、これは、インワードリップベースと、壊れかけのフーガの弾き声を足しています。で、足したことで、まあ、このね、インワードリップベースができるようになってるよという感じです。まあ、これはね、合わせるだけでできるようになるのかっていうと、実はそうではなくて、ちょっとね、練習しなきゃいけないですね。まあ、この、なんて言うんだろう、音の質感を何ともね、言葉で表しづらいんですけど、まあ、この質感を自分の感覚でね、なんとか近づけようという、その努力と、まあ、この基本的なやり方を、まあ、把握していただければね、まあ、数日でできるようになるんじゃないかなという感じです。このプロールはね、もう海外勢なんかも数え切れないぐらい、もう本当にたくさんの人が使ってるリプロールだし、あとまあ皆さんの中でイメージ湧きやすいのはやっぱレイさんとかかな。結構使ってるイメージありますね。はい。ということで今回3種類のインワードリップベース紹介動画でした。ぜひね、このチャンネルではいろんな動画他にも上がってるので見てみてくださいということで、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。